どうも、こちら、うまい棒です。ではね、流星ロックマン3、ドラッグエース、記憶を頼りに、実況プレイ、第19回目、やっていきましょう。うん、前回ね、泥棒に、キザマロたちのね、院長たちのものが盗まれまして、で、それで、前回、キザマロのパンツを取り返して、で、あと、まあ、他のね、委員長、ミサちゃん、ゴンタの3つのうち1つしか取り戻せない状況でね、ゴンタと委員長をやんだ時のね、ストーリーが見ることができたので、今回はミサちゃんをやって、先に進みたいなと思います。はい。ではね、行っていきましょう。よいしょ。はい。よし。もう、こうして使うのも3回目だね。よし、お、いきなりダイアイスワンが。よし、行くぜダイアイスワン。ちょっと今ね、暑かったんでね、現実でもダイアイスワン、エアコンをつけました。いやー、う、あー、びっくりした。やっぱ、エアコン涼しいね。さすがにそこまで温度はね、温度は低くはしないですが、やっぱエアコン涼しいよね。ほい、おっと、くらえ、とどめのヒートアッパー、避けられた、ワイドウェーブ、よし。さあ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 。さあ、返すんだ。よし。ここら辺は前回も見ましたね、2回。よし。これ、毒のがね、泥棒もちゃんと毒んだね、これは。で、これで、委員長のミスワのもの、ゴンタのもので、委員長とゴンタをやったので、ミスワちゃんのものをキャッチとかさ、これ考えてる間にもう3つ取れればいいんだけどね。じゃあミスワのもの。キャッチ!ジャパーン!ジャパーン!ああ、ここ、どうしよう。一応パートも違うし、一応ね、読めませんが、ちょっとさらーっと、ここもカットはしないでいきますか。はい。ねえ、これね、クラブって言うんだよね、これ。ちょっとクローバーかと思ってたけどさ。ねえ。ほら、これ、山だよね、もう。山。もう山でしょ、山。いや、顔が四角いね。うん。うわぁ、ストロングがね。ストロングいいやつなのにね。さすがにすげえな、クラブストロング。うん。はい。これね、やがて戦うのかね、このジャックとかも。多分ジャックとかも電波変換できるだろうし、で、できたと思うんだよ。記憶を頼りにすると。どんなのか覚えてないけどさ。だから、いずれ使うんじゃないかな。そうだね。取り返そう。よし。取り返すんで、取り返したけど届けよう。もう一回取り返しに行くのかと。さあ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 。帰ってきてよ。うん。ねえ、キザマのパンツは良かったよね。それについてはごめん。風で飛ばされちゃって、一つしかキャッチできなかったんだ。うん。まあ一応ね、まあ前回と今回で3人それぞれね、取り戻したんでいいでしょう。ちゃんとそれのストーリーも見ましたしね、それぞれのアナザーストーリーっていうやつかな。それとは違うか、アナザーストーリーとは違うか。キャッ
キャンプファイヤー、何か新鮮な気持ちになりますね。インちゃんも食べてばかりいないで楽しみましょうよ。これインチョウの取った時はミソワちゃんが食べてて、ゴンタの取った時はインチョウミソワちゃんが焼き食いしてましたね。めちゃめちゃもくもく、そんなに勢いよく食べてると体に悪いですよ。あだめね、貴様ど、私は機嫌が悪いの。見ての通りの焼き食いなんだから邪魔するんじゃないわよ。院長怖えよ、俺後ろ向けねえよ。あのね、食い意地を張ってるゴンタがこんなのだから相当怖いんだろうね。うん、まあそうですけど、そうだけどさ、肉足りないわよ。かわいそうに、ごめんね、ごめんね、みんな3人とも。いやー、いいよね、昼の海も綺麗だけど、夜は夜で、なんて言うんだろう、ミステリアス、ミステリアス。ミステリアスかな。ミステリー、ちょっと怖い系かな。そうかな、僕はちょっと怖いっていうか、夜の海か、夜に海行ったことないな。でもこの季節海行きたいよね。うん、海行きたい。ああ、まあそうだけど。ネガティブ発言すんな、ネガティブに。ポジティブに行こうぜ、スバル。おやおや、スバル君、怖がりだね。あの奥マンが夜の海を怖がってた。ルナちゃんもがっかりでしょ。院長、怖い。院長、すっごく怒ってた。スバルめっちゃ怖がってんじゃん。めっちゃ震えてるよ。ガクガクブルブル状態で。夜の海より院長怖い。スバル、しょうがないなぁ。とりあえず、落っこちなく済むように、手、握っといてあげるよ。お、スバル、よかったじゃん、羨ましい。はい。はい。これでちょっとはマシかな。バランス崩したらトニック。海とは反対側に引っ張ってね。逆だろ、おい。ミスワちゃんを引っ張れよ、お前。了解。あ、そうだ。これだけは言ってなきゃね。何？ありがとうって。俺だよ。ああ。ああ、ポーチのこと。それまでね、ファンの人がくれた宝物だったから。結構アイドルってさ、よくファンの人からいろんなものをもらってみてたけど、本当にそれってアイドルの手に渡るんだね。てっきりなんかスタッフが募集して、スタッフが作ってんのかなと思ったけど、やっぱ、そんなことはさすがにしないか。やっぱ、ね、ファンの人がアイドルに渡したのはそのままもらえるんだね。よっぽど変な鍵じゃ、変なものじゃないとね。うん。ああ。あ、暗くなっちゃう系か。そしたらちょっと画質がおかしくなるぞ。あ、これはワンのあれですね。ハープノートになった時のやつですかね。僕のブラザーになってください。暗いとちょっと見えないんだよね、カメラの設定上。一人ぼっちだった私に、ブラザーになろうって言ってくれたよね。本当に嬉しかったんだよ、あの時。それは僕も一緒だよ。ミソワちゃんが僕の初めてのブラザーになってくれて、それで。うん。ああ、終わった。一緒に戦ってくれる仲間ができた。辛い戦いも一人じゃないって。そう思えたから、どんな敵にも立ち向かう勇気を持ってたんだ。いろいろあって、悪い組織にいた時も、ああ、2の織姫軍団ですね。スワル君は最後まで私を信じ抜いてくれたよね。ブラザーだからね。あの赤土さんって人が言ってたの。いずれ私の力も借りる時が来るって。また始まっちゃうのかな、戦いが。児玉小学校での事件、ミソワちゃんのライブでの事件、どちらも赤月さんが関わってる。赤月さんは悪い奴らがいるって、そう言ってた。戦いは、僕たちの知らないところで、きっともう始まってるんだ。スバウ君が戦うなら、私も戦う。ここら辺を、なんか、ここら辺を覚えたんですよね、私。あ、僕ね。このね、あの、同胞から、奪い返すのは覚えてるんですけど、それ以外ほとんど覚えてないんですけど、なんか、こうなんか意味深だよね、この二人の発言も。一緒だよ、ブラザーだからね。だから近いうちにもう使うのかね。ありがとう、ミスターちゃん。ありがとう。ありがとう、センキュー。そして、次の日。お、シーサイランドに戻ってきたか。あ、ミスワちゃんまだいますね。じゃあ、早速、環境システムを見に行きましょう。日本最高のシステムと、そのウィザード、
じっくり見学しよう。まあ前回サロングにあったんですけどね、こいつらは知的好奇心がくすぐられます。楽しみだぜ。レッツゴー。よし行こう行こう。ん、おい、スワル、また勘のいいモドックがなんか察したのかな。どうしたのモドック。いや、今地面が揺れたような気がしたんだか。そう、気づかなかったけど。でも地震にしたってありえないよ。この島は環境システムであらゆる災害から守られているんだから。でもウォードック逆におかしいよね。スバル、スバルとかは普通に地面に足ついてるのにさ、ウォードック宙に浮いてるのに地震とか感じるのかな。ああそうだな、呼び止めて。分かった、行ってくれ。いやー、これもやっぱ関係あるんじゃないか。なんだっけ、クローバーストロングだっけ、違うな、なんだっけ忘れちゃった。おう、船ね、船欲しいよね。自家用フェリーか、欲しいな。ああはい今いますよ、実際には。じゃあちょっと行くか。ちょっといろんな人に会話したい。そうですね、あ、じゃあよく南の島って台風とかどこ来るじゃないですか。実際ね、僕の地元もね、台風がこの間来てやばかったんですけどね。あの、僕の地元の島もね。うん、はい、ストロングはあ、うん、へえ。沖縄もね、昔は琉球王国っていう日本って別の国でしたね。それが確かどこだっけ、薩摩藩かどっかがなんか侵略して日本になったんじゃなかったでしたっけあ、うん、うんあ、いた、おいお前。あ、こいつはあの泥棒とは似てるけど違うのかな。こいつはてっきり同一ユーザーとかと思ってたけど違うんだ。へぇ、と、到着。あれ、ストロングがいない。ストロングの、なんだ、あ、カメラのバッテリーがない。ちょ、びっくりした。急にカメラが赤、点滅したからびっくりした。ちょっとカット。はい、充電器差し込みました。はい、すいません。ストロング昨日、俺たちが来ること知ってるって言ってたぜ。おかしいですね。ちょっと喉が渇いちゃってるな。うわ、地震が。うわ。キャー、何？地震？あ、ありえないよ。環境システムがあるのに。まさか。おいおい、冗談だろ。さすが、もう二人とも察してますね。我こそは、この島の、新たなるを、は、あがめよ、たたえよ。シーサーアイランドすべては、この私の思いのままなのだ。は、この声は、うわ、でかい。でかい、巨人だ。ギャー、なんでお前、でか第一声がでか。まさか、あなたはストロング、我が名は、あ、クラブか。クローバーじゃなかったね。クラブストロング。このシーサーアイランドの全てを握るものだ。ストロングさん？全然前と違うよ。ミソラ、ストロングは暴走しているわ。ハープの言う通りだぜ、スバル。うわぁ、あの変身の仕方、今までの暴走ウィザードと同じだ。日本最高レベルのウィザードが暴走してるなんて、島の住人たちに伝えるのだ。私に絶対の忠誠を誓い、王として認めようとな。もし拒否するのであれば、こうだ。うわぁ、ちょっとやめなさいよ。すごいな、こんな簡単に地震を起こすなんてすごいな。お城が壊れちゃいます。ぐわーはっ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 は。おー、環境システムは完全に壊
クラブストロングに握られてる。これから先も震度6から7クラスの大きな地震が。震度6から7とかやばくね、やばくねえかそれ、やばくねそれ、ほとんど休みなく発生し続けるよ。やばいって、まずいって。予想される事態は、早く地震を止めないとシースアイランドが海に沈む。うわーマジか。あー津波とかでか、大変です。スバル、どうやらやるしかなさそうだぜ。そうだね、私も行くよ。おう、ミスワちゃんたちは城の人たちを避難させて。うん、そうがいいね。多分地震はしばらく続くはず。このままじゃ危険だ。でもミスワちゃんが表に出る方も危険だと思うんですけど分かった、無事に戻ってきなさいよ。私たちのレゾンは最高の思い出を作るなんだからね。あなたが怪我でもしたらレゾンは達成されないわ。うん、必ず戻るよ。おお、また揺れやがった。急いで島にいる人たちを避難させましょう。いってらっしゃい。早くストロングを止めなきゃ。シースアイランドが海に沈んじゃうよ。環境システムの電脳へサイバーインだ。電脳にはウェールロードから入れるぜ。よし行こう。よっしゃ急ごう。そうだな。お、あ、メールか。メールが届きました。シースアイランドからですね。環境システムが暴走してます。災害に注意。あ、だけだけか。避難しろとかじゃないんだ。ちょっと調べてみるか、これ。あ、ほんとだ。なるほど。うわぁ、揺れてる揺れてる。うわぁ、ほんとだ、すごい揺れてんな。酔っちゃうな、これは。こんな感じじゃないよね、あれは。なんだっけ。なんだっけ。ウェーブステーションないよね。うん。ちょっとこいつの感想を聞きたい、この地震についての。あ、もうお前はどれもいいや、もう。ちょっと、やばいぞ。けど、他の、こういう人たちにも話聞きたいよね。なんか、情報というか。うん。あ、ここら辺の人たちはノーコメントですか。だよね。ちょっとビーチの方も行ってみようか。うん、いろんな人の話を聞きたいね。あ、ビーチになると勝手に海パンになるんだ。へえ。お前らもうお前らお前らさぁはぁ、やれやれ。そうだなぁ、じゃあ行くか。環境電波だっけ。ちょっとここの泳いでる人たちはさすがにこんな状況だから泳いでないか。なんかバタフライ君とかいなかったっけ、そんな名前の人。よし、じゃあ電波変換してサイバーインだっけしようか。うわー、よう、ニュース。うん、はい、避難場所を、あ、これやってどうする。ここで電波変換しないと。電波変換しないで普通にあれ調べてもダメだからね。どっちだ、こっちか。うわぁ、揺れてる。揺れてるねぇ。ミステリーウェーブ回収したい。お、あったあった。あー、電波くんが。じゃあ、よし。ほい、スピードマグネッツ。ジャキ。さあ、来い。ウェイ。どうだ、ざまみど。よーし。そう、電波くん助けてるけどさ、よく。何の効果があるんだろう。2だったらその場でアビーってもらったけどさ。はぁ、マジか。あ、持ってた。よかった。
水流の牙。これはウォーロックの装備かな。ウォーロックの装備の変更で。ああ、あったけど、今のままでいっか。ありましたけど、今のままでいきます。こっちにはないか。じゃあ、おっと。じゃあ、またね。また、スペードマグネッツで。ほい。ジェイ、ジャキ、ジャキ。デスサイズ。ああ、ああ、かっこよく言ったけど、当たんなかった。ほい。じゃあ、そうやな。ほい、ほい、よし。ああ、これで行こう。来い。ウィンディアタック。ああ、あ、でも当たったか。ドーン。おっと。こいつ起き上がった。よし、260ゼニー。さて、参ろうか。こっちには、あ、長い。長い。でも絶対あるでしょ。あったあった。よし。おー、やった。HP も20。やったねーん。やってた。じゃあ、これで。ダイアイスバーン。結構このダイアイスバーンって可愛いよね。うん。お、S。いいね。いいね。できれば、ノイズ 100% の状態で、珍しいというか、強いバトルカード欲しいけど。あ、いますね。こん中に。では、環境システムの電脳上、アクセス！ちょっと、よいしょ。よし。はい。カメラのバッテリーのね、充電器を外しました。ここが環境システムの電脳。暴走したストロングはこの隙だ。気合入れていくぜ、スバル。よし、急ごう。なんか合いそうだな、また仕掛けが。ちょっと。この電脳に多い規則値のウイルスは、草むらの上にいると HP が少しずつ回復していくんです。それは厄介やね。どう行けと。あ、でも別になんか、今までみたいにないんだね。なんかトラップというか、そういうのが。これが草クラップ、草トラップかな。あれなんだっけ、草トラップ。あれあれちょっと、ちゃんとね、話を聞かないからね。じゃあ、ビースト、スイング当たった。よしよしよし。あ、1.86% に。バリア。おらおら。うい。じゃあ、お、じゃあね。ちょっとあれ行こう。よけろ、左。よし。3、2、1、ゴーシュート。おー、やった、一匹撃破。おっと。じゃあこれで今度こそ食らえ、デスサイズ。ああ、また空振った。お、126。なんかもらえるかな。フリーズナックル。これまたなんかすごいのもらえたぞ。フリーズナックル。おお、180。いいじゃん。じゃあ、どうしよう。どうしようかな。ちょっと考えよう。どうしようか。じゃあ、悩むな。エアスブレッド2を少年がバイバイして。よし、これでいこう。さあ、とりあえず積んでいこう。お、ミスティー。あ、なんだろうね。気持ち悪いな。なんか、あれみたいだね。ワンピースの、なんだっけ？スライムだっけ？なんだっけ？スモーリーだ。スモーリー。
ワンピースのあのスモーリーのまだ幼い子というか小さい子のやつみたいだね。わかるかな？あれだよ、あれ。あれ、シーザーがさ、シーザーブラウンク、ブラウンだっけ？がさ、作ったあれだよ。わかるかな？よし。まあ、最近だからわかるか。じゃあ、シンクロフーク。でも、こいつ、攻撃、あ、そっか。あいつ、回復しちゃうのか。うわ、おっと。厄介だ。いやー、これや、でも、これ使っちゃうと、電波くんかな。いけ !3、2、1、ゴーシュート。うわー、出ちゃった。ごめん、電波くん。ごめんね。ごめん。ごめん、電波くん。ほんとごめん。あー、電波くんかわいそうに。あ、なんだなんだなんだ、わあ、地震か。うわあ、うわ、揺れがどんどんひどくなっていく。すごい揺れだね。うわ、上ブロードがやばいぞ。走れ走れ、どんどん崩れていく。走れスバル、絶対に立ち止まるんじゃねえぞ。わ、分かったよ。落ちてしまう。足足足足。あ、今動かしてないですよ、僕。ひび？地震のせいで、ウェーブロードのあちこちにひびが入ってから。ひびは A ボタンジャンプして飛び越えたぜ。A ボタンジャンプ。何そのハードウソみたいな。あ、マジか。分かった。わあ。でもあっちまだ、奥まで繋いで、あ、なんだった！早い！うーわー、ま、まじかー、まじかー、まじかー。予想以上に早く落ちてってさ、びっくりしたんだけど。いやいやいや、あんな早いとは思わなかった。あんな早いとは思わなかった、つかに。ほい。いや、あんな早いんだ。と、大変今、驚いています。電脳の奈落1位だ。どうやって上に行くと。どうやって上行けばいいのこれ。電脳の奈落ってあったけど。まさかこれさ、サイバーアウトじゃないと戻れないとかな。マジ、それ嫌だよ。なんという鬼畜。じゃあ、それ、フリーズナックルを。くらえ！ほい！おい、強い！ティバドライン。ギザホイール当たるか。うん、あ、当たった。よし。あー、もうちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっとすいません。またね。また、ちょっとカメラの充電を、はめてました。じゃあ、とどめの、オックスファイア。来るぞ、これ。ほい！あー、そっかー。そっかー。忘れてた。回復来い！よーし。いい子だ。いい子だ。奈落のスコッツ系をどうやって上に上げればいいんだ？どうやって？どうやって脱出すんの、これ。どうやって脱出すんのこれ。待って、マスクサイバーアウトしないといけないのかな。どんだけ鬼畜なんだよ。鬼畜にも程があるでしょ。よし、お、なんか手に入ったパウダーシュート。これどうやって上に上がるんだ。サイバーアウトかな。サイバーアウト、マジでよく探さなかったけどさ。あれ、あ、できたんちゃう。これどんだけ鬼畜なんだ、これは。では、今回はじゃあ、キリがいいんで、これでお会いします。うわぁ、マジかぁ。一回わざと落ちてみようかな、ナークロスと調べるために。じゃあ、一回撮影終わったら、落ちてみます。はい。では、ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。